はい、どうも、加藤ひろゆきです。こんにちは。では、本日の職場の教養。4月14日月曜日、メイドインセミダ。なるほど。感想述べます。そうですね。まあ、これを読んだときに、思ったことが、やっぱり、諸子貫徹だなって思ったんですよ。貫き通すっていう意味ではね。なんか、これってすごい矛盾してるかもしんないんですけど、時代の変化に対応していく企業が残る。と言われてますよね。なんかいかにもメイドインセミダっていうのはもうなんかもうあれじゃないですか。職人っていうもう日本のガチガチの工場っていう感じじゃないですか。なんか自らの信念を押し通すみたいなっていう、そうイメージがあるんですけど、でもここで違うのが、ちゃんと理念がある、会社の理念があるかないかなんですよね。でもじゃあ理念があるから言い換えてそれも違うんですよね。ちゃんと理念を落とし込んで営業っていうか経営をされてるかどうかなんですよね。じゃあ強い会社が残るかって、残ってないじゃないですか。潰れてるじゃないですか。どんどこどんどこどんどこって。まあ、東芝なんてもう、残ってますけども、食われまくってるじゃないですか。いろんな会社に。株を。世界の東芝じゃないと売れてるのが。シャープもそうじゃないですか。って思った時に、じゃあソニーとかパナソニックはなんで未だに残ってるのかって言ったら、多分企業理念がすごいしっかりしてるんだろうなっていうのはと思います。だからこの、ただこの小さい会社がじゃあ未だに生き残ってるのかなぜかっていうと、企業理念をちゃんと守っているからだと僕は思うんですよね。まあ僕以前勤めてたねコーヒー屋さんもそうですけど、やっぱその世の中の動向に振り回されてるんですよ、飲食業界って。何々が高くなった、値上げしなくいっちゃいけないとか、でもすごいなんかその情勢に振り回されてて、まあ、それでやっぱ辞めていく会社ってお店ってもすごい多かったんですよね。じゃあ今までその残っている飲食店って企業理念があるかどうかわかんないんですけど、やっぱりそのお店が持ってる理念っていうのはあると思うんですよね。これを私たちは貫き通すっていう。けど世の中の状況にも対応はしていかなくちゃいけないと。それができているのが未だに残っている会社だと僕は思うんですよね。なんか今調子がいいからやっちゃえとかってなんか勢いでやってる会社全部ほとんど潰れてるんじゃないですかね。結局じゃあそれって何かってやっぱ企業理念がないんですよね。そこだと思います。なんかそれはやっぱりね、僕たち人にも言えることなんですよね。自分の理念ってなんだっていう、まあ使命感かもしれないですけど、それはもしかすると。じゃあ、加藤の使命が何ですか？僕はとにかくみんなに笑顔でいてもらいたいなっていうような感じで、います。じゃあ、加藤が皆さんをいかにするかってなると、してないかも。というので、少しでも、みんなが笑顔になれる世の中にしていけば、すごい世の中が良くなっていくんじゃないかなっていう希望を持ってます。感想終わります。今日のコラゲ
社会に果たす使命感を考えましょうということなんですよ。要は僕たちが、社会っていうか、これはもっと身近ですよ。家族や周りの人たちに何ができるか考えてみてもいいんじゃないかなと思いました。以上、加藤ちゃんでした。ではまた明日、バイバイ。